こんばんは、マヒタです。本日もオンラインストアにアップされる商品を紹介します。本日は、明日の夜9時にアップされる商品となります。詳しくは下の概要欄に貼っておりますので、そちらの方チェックしてみてください。まずはこちら T シャツの方から紹介していきます。こちらはですね、スヌーピーの T シャツになりますね。こちらアメリカ製のアーテックス XL 表記ですね。このアーテックスのタグあんまり見かけないですね。まあ、ちょっとタグ触ってわかるんですけど、ほぼ水が通ってないミントコンディションになります。でスヌーピーのデカハンですね。デカハンプリント黒ボディです。で裏面は無地のタイプになり、コンディションかなりいいですね。こちらですね。でちょっとラバープリントでひび割れてる感じがまた雰囲気あっていいんじゃないでしょうか。こちら6800円と消費税です。続いてアンドベルベルジンからアート T シャツですね。こちら、キースヘディングの T シャツのものになりますね。でタグがこちらポップショップの L 表記です。いいですね。白ボディでこちらもデカハンです。それでなかなか出てこないと思います。こちらのストップエイズどうでしょうか。ポップショップサイズ大きめですね。 XL くらいあります。僕だとかなりゆとりある大きさですね。いかがでしょうか。そこまで縮みが出ていないっていうことですね。かなりコンディションはいいと思います。こちらのキーセリングの T シャツでお値段が 25,800 円と消費税です。続いてこちらもキーセリングになりますね。フルーツオブザルームのミディアム表記ですね。ツルタグ 90s のものになります。でこれ黒のロンティーってなかなかキースヘリング出てこないです。でこちら表面から裏面にかけてつながってますね。キースヘリングのプリントが表裏に入るタイプですね。この腰帯部分に入るっていうのはなかなか珍しいと思います。ロンティーのキースヘリング出てこないですね。お値段 29,800 円と消費税です。続いてこちらもキースですね。こちらヘンズビーフィーです。 XL 表記白ボディで所々リブ部分スレッドはありますが、全体的にこれといったダメージは特になく、ちょっとリブ部分だけですねスレッドはあります。でこれもオーバープリントでなかなかインパクトあっていいんじゃないでしょうか。こちらでお値段が 19,800 円と消費税です。続いてチャンピオン、こちらトリコタグのものになりますね。こちらは綿100ボディの L 表記になります。でラバーで3段プリント、ネイビー若干退色していますね。いかがでしょうか。こちらですね、こういった合わせでもいいと思いますし、 L 表記そこまで縮みが出ていないです。気持ち僕でもゆったりとしたシルエットで着用できるサイズ感ですね。こちらでお値段 6,800 円と消費税です。続いてこちらもチャンピオンですね。あ、チャンピオンじゃない、すいません、アーテックスでした。アーテックスのこちらセブンティスからエイティスにかけてですね、 100% コットンのミディアム表記ですね。ちょっと巻きタグなので、セブンティスかかってると思います。ペンステートの3段プリントです。で、ゴブ袖のフットボールプリント、いいですね。女性の方などもおすすめです。裏面は無地になりますね。こちらでお値段が 6,800 円と消費税です。続いてラルフローレンのポロシャツになりますね。オールオーバープリントのポロシャツです。こちら L 表記になりますね。で後ろもこちらココナッツですか、ヤシの木が入ってるタイプですね。パイナップルとみたいな、いかがでしょうか。ネイビーボディに白のこのヤシの木みたいな感じで海のりっていうか、いかがでしょうか。一枚持ってると重宝すると思います。こちらお値段 6,800 円と消費税です。続いてこちらはレインスプーナーですね。こちらポリコンボディになります。ポリコンボディのミディアム表記ですね。こちらボタンダウンで3点止めのものになります。もうプルオーバーが多いですが、こちらは開きタイプになりますね。いかがですかね。こんな感じで僕でちょっとゆったりするサイズ感ですかね。こちらも1枚持ってるとかなりスタイリングの幅広がるんじゃないでしょうか。お値段がこちら 6,800 円と消費税です。続いてこちらはフェイクファーのものになりますね。こちらです。2000年代入ってると思いますね。こちらのタグがついて、レオパードの切り返しのものになります。サイズでいうと多分 XL くらいあるんじゃないですかね。僕だとかなりゆったりするサイズ感です。こんな感じで裏面は無地になって、ちょっとロカビリー 50s のタイプのパロディじゃないですけど、それの新しい年代のものになりますね。2000年くらいで、ボタンこちらスターのボタンがつきますね。インパクトあって可愛らしいと思います。こちらのお値段 6,800 円と消費税です。続いてこちらライトネルになりますね。年代でいうとこちら80年代頃でしょうかね。シアーズのものになって L 表記になります。プリントネルですね。いわゆるサイズ大きめのものを厳選して買ってきているので、サイズ感で言ったら間違いないと思います。身幅もしっかりあって、着丈もある程度あって、ラウンドではありますがそこまで鋭角に入ってないので、着た時にバランスよく着れると思います。こちらでお値段 5,800 円と消費税ですね。配色もかなりいいと思います。
続いてこちらラルフローレンシルクリネンのものになりますね。 XL 表記です。でタグちょっと一発古いですね。90年代頃のものですね。 XL 表記僕らとかなり大きいですが、まあ裾なんか縛って女性の方が着ても可愛らしいと思います。色で言ったらオリーブっぽい色ですね。で後ろにこちらプリーツが入って、ここら辺もコンディションかなり厳選して買ってきております。お探しの方ぜひ、いかがでしょうか。5800円と消費税です。続いてこちらも同じ年代のものになりますね。 L 表記でこちらはリネン 100% リネンのものになりますね。色味かなりいいと思います。発色かなりいいですね。スモールポニーのものになりますね。こちらもコンディションはかなりいいですね。 L 表記ですが僕だとかなり大きいです。まあ、ザクッと大きめでショーツなんかと合わせてもかっこいいと思います。こちらもお値段こちら6800円ですね。6800円で消費税です。続いてこちら80年代ですかね。リーのものになります。リーのこちら芯が入ってて、まあ、ポリコンボディですね。ポリコンのギンガムチェックのウエスタンタイプですね。こんな感じです。僕で、はい、意外にギンガムチェックのウエスタン出ないんじゃないでしょうか。ポリコンボディなのでさらっとこういった時期でも涼しく着れるんじゃないでしょうかね。でボタンがこちらリーの刻印が入るタイプのものになりますね。こちらでお値段が6800円と消費税です。続いてこちら60年代のボタンダウンシャツですね。アロー、いいブラベルがついて L 表記ですね。もちろんアメリカ製です。で嬉しい、これ3点止めですね。3点止めのボタンダウンシャツの総柄のアロー、いや文句ないと思います。いいディテールですね。でコンディションもやっぱ綿100のものってその袖口が擦れてるものだったりとか、でやっぱリブ周り擦れてるもの結構多いんですよね。ただこれコンディションかなりです。もちろん前立て付きで、お探しの方いるんじゃないでしょうかね。色味もかなりいいです。こちら7800円と消費税です。続いてこちら 60s のユーティリティシャツになりますね。サイズ表記がこちら16ハーフになります。でワッペンが結構豪華につきますね。で US アーミーのこのパッチもつきますし、で後ろこちらもちろん無地になって、肩がダブルで縫われていて、こちらカフス付きのものになりますね。カフ付きのものです。いかがでしょうか。僕だと気持ちゆとりあるサイズ感ですが、まあ自分でまたなんかパッチだったりとかピンバッチ、缶バッチなどつけてカスタムするのもいいと思います。コンディションはかなりいいですね。お値段こちら6800円と消費税です。続いてこちらラルフローレンのラガーシャツタイプのフード付きになりますね。こちらです。ポロのこちら XL 表記です。でフード裏部分だけこちら裏サーマルになってますね。ネイビーとバーガンティーのストライプというかボーダーですね。ツートンで、こちらパーカータイプというかポケットがつきます。ここら辺の作りはやっぱラガーシャツと同じ作りになってますね。で紐もしっかりついていて、コンディションかなりいいです。でリブのところもそこまで広がってないですし、コンディションはいいですね。お値段こちら6800円と消費税です。続いてスウェットですね。こちら80年代頃です。アメリカ製のものになりますね。で特にラベルなどはついていないので、そのノーブランドっていう形でいいと思います。でこちらデッドストックですね。スカイブルーですね。平で言ったらラグランのスリープなので着やすいと思います。肩も出ないの でサイズ表記でこちらサイズ表記もついてないですけど、まあおそらく L 表記だと思います。実寸で、まあ、僕で全然着れるサイズ感ですね。少しゆとり出ると思います。こちらでお値段6800円と消費税です。でこちらがチャンピオンの90年代のものになりますね。90年代のこちらチャンピオンミディアム表記のものになりますね。でアーミープリント、これチャンピオンのものなかなか出ないですね。このアーミーのこのボディのフード出るんですけど、このパーカーの個体自体が、ただチャンピオンってのが出ないですね。これチャンピオンじゃなかったら買わないです。逆にチャンピオンだから買ってますみたいな感じです。でちょっとジッパーヘッドがですね、割れかけちゃってはいるんですけれども、しっかりまだ取っ手ついているので大丈夫だと思います。こちらコンディションもいいですね。で紐もついてます。お値段7800円と消費税になります。続いてこちらがスパイク・リーの映画ですね、スクール・デイズのものになりますね。でラバープリントで入っていて、まあ、80年代のボディ使われています。ただちょっと縮みが出ていて、着丈が若干短いですが、まあ、女性の方だったりとか、まあ、レイヤードして下から何か見せるでもいいと思いますし、
で、あのシルエット自体はかなり綺麗だと思います。アームも細くてボテッとしないと思いますね。こちらでお値段が12,800円と消費税です。それでこちらディズニーの101のものになりますね。でディズニーのこちらオフィシャルタグがついて XL 表記です。で裏面も入るタイプですね。両面プリントのものになります。いかがでしょうか。 XL 表記、僕で ゆとりが出る大きめのいいサイズ感です。ボックスシルエットでコンディションもいいですね。こちらまあディズニーの101、こういったスウェットもかなり値段が上がっているので、値段がその上がりきる前にぜひ行ってほしいと思います。こちら9,800円と消費税です。続いてこちらはナインティーズですかね。チェンジスタグのものになります。 L 表記ですね。まあカーミットがいたりなど、かなりあの GOR っていうかアメリカですごい人気ありますね。ここら辺だとこれもかあのセットインスリーブではあるんですけど、肩は僕が着て全然落ちていい感じのボックスシルエットで着れると思います。だからチェンジスタグのスウェットっていうのは出ないですよね。裏面無地になります。こちらでお値段9,800円と消費税です。続いてリバースです。こちら刺繍タグ L 表記のものになりますね。色ロイヤルブルー、目つきになりますね。全体的なコンディションかなりいいです。僕いつも L 表記着てます。いいサイズ感で着れると思います。コンディションもいいですね。お値段こちら12,800円と消費税です。続いてこちらは目なしのものになりますね。いいですね。でちょっとあのカットされちゃってますね。 WXL 多分イレギュラーだったんだと思います。目なし出ないですよ。いいでしょう。 WXL の僕だと大きいですが、あとところどころですね、気持ちですがシミだったりとかピンホールありますが、そこまで気にならない程度のダメージですね。逆に大きめの感じでいくっていうのはちょっと初段で僕言いますかとになっちゃいますけど、はい、こちら15,800円と消費税です。続いてプリントものですね。アイオワ、これはトリコタグの2枚タグですね。でひび割れてるよプリントのアイオワ、ネイビーボディにイエロー、いいですね。ちょっとあのくたってる感じがまた何とも言えない質感でいいと思います。こちらお値段が15,800円と消費税です。続いてこちらのリバースリーブかなりいいですよ。これ XL 表記、 90s のものですね。で配色いいですね。黒とイエローの縁取りで、こちら両面になります。両面プリントですね。ブラックとイエローので、触ってわかるんですけれども、コンディションかなりいいです。ふかふかですね。両面のもの出てこないですよ。前回もう言ったんですけれども、両面のものって胸ワンポイントのものが多いです。しっかりがっつり入るタイプで、両面で後ろに一文字で入るのって意外に珍しいんですよね。それのコンディションバキバキいかがでしょうか。 XL 表記の縮みがそこまで出ていないのでかなり大きいと思います。こちらお値段15,800円と消費税です。それでこちらパーカーのものになりますね。刺繍タグとこちら WXL ですね。まあ、ネイビーでもなくパープルでもなく、その中間の色ですね。なんとも言えないこの発色。 WXL 僕だと大きいですが、ただもうパーカーって時点でかなりやっぱ玉数が少なくて出てこなくなっています。お探しだという方はぜひいかがでしょうか。こちら19,800円と消費税です。続いてベストですね。カーハートのダックベストになります。こちらが、おお珍しい、このプリントタグで、つるっとしたプリントタグでアメリカ製って意外に少ないですよ。このタグになってたら基本的にメキシコになります。まあでも過渡期でしょうね。でサイズがスモールレギュラー、いいですね。僕は基本的にいつもこのリブをカットしてこのパッチも取っちゃってます。この方が意外にスッキリ見えて、あの印象いいんですよね。でブラウンのものでここまで色しっかり残ってるものって意外にないです。マッシュアメリカ製、このアメリカ製にこだわって集めてみるのも面白いと思います。こういったレギュラーこそやっぱりアメリカ製にこだわりたいって方多いんじゃないでしょうか。こちらでお値段7,800円と消費税です。続いてこちらはナイキのナイロンジャケットですね。 XL 表記です。でプロオーバータイプですね。ハーフジップです。で紐もしっかりついていて、あーでこれカットかなり面白いですよ。この3トーンで、このなんていうんですか、ヨークがつくっていうんですかね。でここだけあの縫われてはいるんですけれども、通気性がいいってことですね。でこちらドローコード、ここアジャスターがついていて、下ギュッと縛れるタイプなんですかね。いろんな、まあ、ディテールの方向ってあの名付けましょう。あればディテールの方向ジャケットがこちら7,800円と消費税です。続いてこちらは70505ですね。こちらまだしっかり読み取れます。40表記ですね。でこちらはスモール E のタイプになります。40表記
でもそこも縮み出てないと思います。僕でちょっと大きいくらいですかね、70505。僕もこのサイズ感大好きです。やっぱファーストセカンドもちろんですが、70505もかなりスマートでいいですよね。僕も結構好きで持ってるんですけれども、こちらおすすめです。でパッチなどもついていないので真っさらな状態ですね。いいです。こちら19,800円と消費税です。続いてパンツです。こちらアディダスになります。こちらミディアム表記になりますね。メイドイン台湾、まあ、80年代頃のものですね。まあ、このドローコードがついているので、これギュッと縛って調節してください。でこちらジップもしっかりついていて、丈がね長すぎないので、やっぱこれ引きずっちゃいますよね。この手の ATP とかそういったパンツレングス長いじゃないですか。僕で多分ジャスト多分2パチくらいですね。2パチ27くらいじゃないでしょうか。でこちらまあミディアム表記なんですけれども、コンディションかなりいいです。いかですかね。こちら6800円と消費税です。続いてベーカーパンツです。こちらはジップタイプですね。ジップタイプで、おっとジップタイプのこちら実寸で3331です。3331、まあゴールデンサイズですよね。お探しの方多いんじゃないですか。3331、意外にベーカーも小さいものばかりやっぱりアメリカで出るので、ゴールデンサイズ出たら買いだと思います。まあ定番の1本ですね。7800円と消費税です。コンディションはいいです。続いてリーバイス519ですね。こちらストレートタイプベージュですね。でこちら42タロンつきますね。80年代、やっぱり519はコインポケットがないのが特徴ですよね。あとこのストンと落ちたストレートのシルエットも特徴です。いかがですかね。こういった感じでレザーのサンダルなんかと合わせてもかっこいいと思いますし、ベージュ、まあありきたりな普通な色ですが、この普通な519をかっこよく着るって難しいですよね。そんな男になりたいです。こちら7800円と消費税です。それでこちらは501ですね。501ホワイトになります。でこちらパッチもしっかりついていて、ちょサイズ表記読みにくいですが、こちら実寸で3032です。3032、もうゴールデンサイズなんじゃないでしょうかね。3032のお探しの方も多いと思います。やっぱ白でも汚れは特になく綺麗な状態ですね。やっぱこういった501のホワイトとかもアメリカで必ずブリーチかけてきているので、汚れ基本的には落ちてます。こちらでお値段9800円と消費税です。続いてこちらブラックですね。じゃあ501ブラックパッチ表記3430ですね。こちら後染めタイプですね。サルファ染めのもので、まあスーパーブラックですね、通称。まだ色もすごい残っているので、まあ、のり付けして本気で履き込むっていうのもおすすめです。僕も505の、ブラックのり付けして育ててるんですけれども、意外にインドがもちろんですけど、ブラックのこののり付けして幼鳥を楽しむっていうのも面白いですよ。3430表記ですが、はい、まあ、実際のそこの地味でない3430ですね。これおすすめです。ブラックもやっぱり本数少なくて値段かなり上がってきているので、お探しだった方はぜひ行ってほしいと思います。9800円と消費税です。続いてデニム先輩、こちら505シングルになりますね。シングルステッチです。で、はい、タブはスモールになりますね。ちょっとサイズ表記がもうちょっと割れかけているんですけれども、実寸でこちらニック33になります。ニック33どうでしょうか。この雰囲気いいんじゃないですか。縦落ちもしっかり消えていて、あっさりですがひげも出てます。こんだけね、全体的にまんべんなく落ちている感じたまらないですね。まあ今の時期に重宝する色味のデニムだと思います。こちらの505シングルでお値段が25,800円と消費税です。続いてこちらは501ビッグイになりますね。501のこちらビッグイのタブがつきますね。いかがですかね、このリペア。ちょっと雑なリペアかもしれませんが、かなり雰囲気よく直されています。でレングスがこちらオリジナルですね。ちょっとやっぱ擦れたりはしていますが、オリジナルのレングスです。どうですかね。で的の擦れとかも特になく、生地感はまだしっかり肉厚で、全然まだこれからガシガシ履ける一本ですよ。で若干ですが蜂の巣も出てますね。かなり雰囲気いいと思います。まあ白 T1 枚でさらっと履くのが一番かっこいいんじゃないでしょうか。こちら実寸で33ニックです。
かなりゴールデンサイズですね。はい、こちらでお値段が5万9800円と消費税です。はい、続いてこちらのデニム紹介します。こちらはですね、ちょっと取ります。お、505だ。505の、しかも大文字ですね、初期ですね、これで3パッチニックですね、表記で言ったら。で、ビッグイで、こちらが耳付きだ、耳付き505ビッグイ、デカ文字の耳付き、いいですね。3秒揃っちゃいました。で、色残りもかなりいいです。色残りかなりいいんですが、ちょっとここですね、カットされてちょっとステッチ1本入られていますね。あとはロールアップしてたんでしょうね、ちょっとロールアップの跡もつきます。ただこの色残りでパッチついて耳付きってところがいいですね。いかがですかね、サイズある方ぜひおすすめです。こちら実寸でこちら3826になってます。ちょっと短めで履きたい方なんでいかがでしょうか、そんな気分な方におすすめです。こちらでお値段3万9800円に調整です。続いてこちらがリーのスペシャルです。リーの101センターカタグですね。で、ジッパーがこちら変えられちゃってますね。オリジナルのジッパーではないですね。そうですね、ちょっと変わっちゃってますね。ちょっとあのウェブの方で詳細の写真捨ておきますので、そちらの方をチェックしてみてください。で、こちら実寸で3033です。サイズもいいですね、ロールアップしてエンジニアブーツなど書いていただければ。で、こちら色落ちもかなり綺麗です。縦落ちもしっかり出ていますし、でただですね、後ろの方こちらちょっと焼けがあるんですけれども、そういったあの雰囲気系一本お探しの方にぜひ行ってほしいですね。あとちょっとここら裾の部分が、まあ、オリジナルレングスではあるんですけれども、ちょっとダメージがありますね。こんな感じです。ただやっぱセンター型がなかなか最近ほんと見なくなってきているので、30サイズある方おすすめで3033ですね。こちらでお値段が7万9800円と消費税です。続いてスペシャルのジャケット2枚紹介したいと思います。こちらがですね、テストパイロットジャケットになります。で、ラベルこちらつきますね。サイズで言うとこちら42くらいはありそうですね。42くらいあります。で、ジッパーでこちらタロンジップがついて、腕部分がこちら涙タロンつきますね。年代で言ったら70年代から80年代にかけてのものですね。ただワッペンなどがついていないので、どこの航空会社かっていう正確な詳細はちょっとわからないんですけれども、おそらくまあ旅客機のテストパイロットが使ってたジャケットになりますね。まあ、こちらのテストサンプルマニアだったりとか詳しい方多いと思うんですけれども、かなりコンディションがいいですね。まあ、そのリブの虫食いだったりとかも特になくですね、このスレ等もなく、基本的にはやっぱこのリブがダメになってることがかなり多いんですが、スナップもしっかり開閉できますし、コンディションバッキバキです。じゃあやっぱテストパイロットジャケットコレクションされてる方もかなり多いと思うので、ぜひおすすめです。コンディションかなりいいですね。こちらでお値段が9万8000円と消費税になります。それでこちらファーストですね。ちょっとパッチは取れてはいるんですけれども、こちらファースト、まあ、タブはしっかりつきます。タブしっかりついて、年代でいうとこちらスライドバックルなので50s 入ってますね。で、こちら多分当時ワッペンがついていったんでしょうね。でもそれを取って若干ですが、こちら跡ついてます。ただこの 506WX、 ここまでの色残りのもので出てくることも最近ほんと少なくなってきました。サイズ実寸でこちらが34になります。まあ、サイズは男性の方、女性の方でもやっぱりお探しの方多いと思いますね。いいですね、ダメージリペアは一切なく、まあ、若干ですね肘部分のところ、まあ、でもいい感じに色落ちていますね。あと多分ここもパチついていたんでしょうね。34のスライドバックル 506WX ね。こちらでお値段が39万8000円と消費税になります。逆にこれがサイズ40アップだったりとか38-40アップだったら、もう倍近くの値段つくと思いますね。この値段をならではの、まあ、サイズ合う方ぜひおすすめです。39万8000円と消費税です。本日の紹介は以上になります。ありがとうございます。